全部に抜かれて3位、まさかこのまま終わりじゃないよな。ファンもそんな結末恐れた今シーズンも、千葉ロッテマリーンズ負けられない戦い、先発ぶたき粘りの投球、今もホークス打線抑えた不安降格、安田も意地見せた、そして迎えたライオンズ戦、勝てば CS 決まる最終決戦、投手をつぎ込みまくった千葉ロッテマリーンズ、救世主藤原勝利を呼び込むタイムリー、直接対決制してクライマックス決めた、日本一まであと7勝、幕張まで勝ちまくれ。